佐賀競馬、5レース、霧島賞、1400です。能力偏差値ですが、B ランク3頭、C ランク4頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適性分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠11番、1座ウイナーです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。近5層では、 前走に黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を20上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。前馬比較のグラフへ切り替えます。この馬のピンク色は一歩リードした存在であることがよく分かります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。 指数がピークとなっている1走前はピンク色の着順が1着で紫の丸が14005走前はピンク色の着順が2着で紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートでレース展開予想を解説します一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが6頭います この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一走前は3番手からの競馬です。5走前は3番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 先行力は27で7位です。上がり指数は35で7位です。先行力は評価できません。好意につけられないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価をした方がいいです。上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地佐賀での出走です。佐賀では、他の開催場と比べて、好指数をマークしています。上的性はプラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。七枠九番、かっこよかです。能力偏差値は二位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が千四百、千四百は敵距離です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一走前は3番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は3。3で5位です。上がり指数は3。5で6位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。 一枠一番、ルピナステ走路です。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1400、4層前は、紫の丸が1200。 1400は距離です展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は49で2位です。上がり指数は48でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。展開面はプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。 横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明けたたき2戦目となります。たたき2走目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地佐賀での出走です。佐賀では他の開催場と比べて変わりない指数をマークしています。次の馬を解説していきます。 暫定白三角を打っています。す。枠番、で能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前、3層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている3層前は紫の丸が1400、5層前は1400。 紫の丸が900。昨年の9月は、紫の丸が1300。1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている3層前は花を切っての競馬です。5層前は3番手からの競馬です。昨年の9月は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は50でトップです。 上がり指数は31で10位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。良馬ババでは指数を落としています。明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠5番、カシノレオです。能力偏差値は5位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1400、5層前は、紫の丸が1300、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている2走前は8番手からの競馬です。5走前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は28で6位です。上がり指数は36で5位です。平凡な上がり指数で、差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。ババ状態を見ていきます。 馬場状態はグレーの丸で表されます。与ババでは、指数を落としています。明日も、両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、11番、イチザウイナーです。能力偏差値は、トップの B ランクです。展開にリスクはありますが、距離と、 上適性を高評価しました対抗丸を打ったのは、1番、ルピナステソーロです能力偏差値は、3位の B ランクです距離と、展開と、レース間隔を高評価しました馬券ですが、20丸を打った、11番、イチザウイナーを軸に相手は黒三角を打った、9番、かっこよかと、丸を打った、1番、ルピナステソーロと、白三角を打った 2番「テイエムさつ3着はその他印から選んでください。